ところは全然平気。ここからですね、十分にブレーキングで路面の先を見る、道の先を見て路面の状況を見る。はい。これがもう2年前の栃木の大雨っていうのが、まあ栃木って限定しないんですけど、とにかくすざまじい大雨の2日後ぐらいにこの道を走っちゃったんですね。1200C で、スポーツカー 1200C で、そりゃもうすごい戦いでした、あれは。もう、道がわからない感じ？もう、横からのこの、川間みたいな、もう水の流れでもう、で、初めてだったんで、この道、どこまで続くのかわからなくて、引き返していいのか、それともそのまま進んでいいのかがよくわからない。ミカさんちゃんとついてきてますね。はい。ミカさんのずっこけ動画撮れれば、視聴者様は盛り上がるんかもしれないですけど、誘ったの自分なんで、はい。自分のペースについてくれば大丈夫だと思います。かといって、ゆっくりすぎても逆にこけます。そのスピードのさじ加減、そこが大事。はい。大事っていうのは栃木のあれですね。これピッて鳴らせって、鳴らしてみますね。これ。あれ？なんで？はい。あ、もう下りになっちゃいましたね。意外と早い。ここは、向こう側から、自分たちの方じゃない方から来る時の裏道ですね、まさに。ほとんど車も、あ、やっちゃった。そういうエリミネーター、フロントが、あれですね。フェンダーレスなんで、ちょっとこれ、カメラが心配。水しぶきが上がっちゃってる状態。はい。もっとゆっくりした方がいいですね。あ、失敗した。自分が失敗した。ミカさんも気をつけてくださいね。でも、ミカさん結構才能ありますね、バイクの。はい。初心者とは思えないです。もともとは原助の動画のファンで、そして自分のことを知って、それから、広島ツーリングの時に、ツーリングには間に合わないって自分分かってたみたいんですけど、それでも、ゴリのことを追いかけてきちゃった感じですからね。そこで初めてミカさんと出会って、そっから意外と家が近くてって、ここ危険ですね。カメラではあんまり映ってないかもしれないですけど、藻ですね。藻。あんまりフロントブレーキ強くかけない方がいいですね。エンジンブレーキ。それにしても、カメラ大丈夫かな、これ。水しぶき。トンボが飛んでまーす。出た出た。やってくれた。多分やってくれる。笑っちゃう。ノリノリですね。大丈夫ですね。余裕だってことですね。この悪い路面の感じでも。へっちゃらってことですね、ミカさん、きっと。そろそろ終わりだと思いますね、自分の記憶。この道を通ったのは今回で3回目。ちゃんとした名前があるんですよね、確か。あー、車がいる。あ、バイクもいる。珍しい。これ、野営してみましょう、せっかくなんで。相手がその力量があるかなって感じですね。大丈夫ですね。はい。余裕の片手運転ですね。うわあ、それにしてもこの水しぶきがやばいやばい。嫌ですね。カメラには映ってないと思うんですけど、フロントフェンダーレスって基本的に違法です。はい。車検通りません。なので、ちっこくても、うわあ、あれですね。つけないとダメですね。そう、ヤフオクで探さないといけないですね。このエリミネーターの、フロントフェンダー。はい。実際これ、フロントフェンダーを、源助はリアにつけちゃいましたからね。うわぁ、ほんとひどい。動画には映ってないかもしれないけど、水柱っていうんですか、この。帰ってるミカさんに迷惑かけちゃってる。もうヘルメットはあれですね、もう濡れてますね。水しぶき。今ちょこっとこう体を避けながら、水を避けながら走ってる状態。もうでもしつこいからやめましょう、こうピッ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 。でもやるんかな、ミカさんは。やんないでしょ、多分。ここ気をつけた方がいいですね。急で連鎖。はい。先。よいしょ。大丈夫。あ、もう終わりますね。はい。よいしょ。まあ、大した峠じゃないんですけど、本当に。
逆にこのフェンダーレスのおかげでスピードが本当に、ただ道はもう終わります、自分の記憶だと。やってるノリノリですね。もうちょっとミカさんバイク鍛えてあげたいですね。ただエリミネーターじゃね、ちょっとどうにもね分が悪い。ただどうでしょう、帰り、あ、もう峠あれなんですね、道が違うんで、こっちから帰っちゃうと、いずるさんのあの例の今までのくねくね道が通れなくなっちゃうって感じですね。なんか獅子神様が出てきそうですね。はい、ちょっとやってみたいんでやってみますね。張り詰めた海の、あ、水がダメだ、あ、冷たい、なんだよこれ、ロリティンびしょ濡れになっちゃってるよ、もう辛いか、ここから飛び降りれば楽に死ねるぞ、0120333の906。もうほんとブルーですね、心は。今あのびっしょびしょですよ、 T シャツが。あのフロントフェンダーです。あとここ泥もうちょっと混ざってるんで、ほんと気をつけないとダメですね。はい、通過。あ、自分がここ行こうって言っちゃったんですけど、ほんと大失敗でしたね。乾いた路面に、乾いた路面に戻ればちょっと飛ばしたいと思います。あー、これ襟にあらなくちゃダメだこれ。はい、こんにちは。だー、うん、もうそろそろちょこっとした工場が見えてくるはずです。うん、見えてきた。ほんと大失敗、このフロントフェンダーレス見えますか、これ映ってるかどうか分かんない。今日はあの時計みたいな、あれですね、モニターを、探してたんですけど、ちょっと自分のお部屋どっかに潜ってしまいましたね、あのモニターが。やったー、ゴール。いやー、ちょっと被害を見てみましょうね。はーい、もうヘルメットがまずダメ、あの水でダメ、これウィンカー出してよいしょ。楽しかったですか。楽しかった。ゴリはダメですね、あのフロントフェンダーレスなんで、これもんすよ。失敗した。あー、もう、あー、ごめんなさい、参ったー。ロリティ半端ないよこれ、すごい、もう水がピシ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 、これ多分カメラ生きてるっぽいな、水滴はついてないっぽい、ついてないっぽい。ただヘルメットすごいっすよ、もう。うわ、すごいすごい、あれあるっすよ、タオルあるっすよ。いや大丈夫大丈夫、もう乾いちゃうんで。いやー、最悪だった。やっぱり美香さんあれですね、才能ありますね、楽しかったって言ってる。綺麗、綺麗ですね。魚泳いでたら多分魚見えるレベル。うん。おー、本当だ、綺麗だ綺麗だ。なんかここから、あ、でもここから飛び降りちゃったら、あのすぐに足ついちゃうか。いや、2メーターはあるでしょ。あるかな、そんなに。あ、魚泳いでるわ、ちゃんと見えるわ俺には。この左の端っこあたりいっぱいいるよ、はいはいはい、船かな。綺麗だな、やっぱり。大きな魚いないかな。早だ、早。早？早。うん。なんか釣りやりたいな。あの、そば食ったばっかりでも、あの、あれ食べたい。アユ？アユね。塩焼き？アユの塩焼き。いやー、気持ちいい。でもほら、ちょこっと距離ちょこっと走るとここに来れるっていうのが幸せ。うん、すごいですよね。だからついつい来ちゃうんだよね。ここ泳げるよ本当に。水ほらゆっくりだしね。そうそう、あのそこまでね、あのしっかり見えますからね、うん、綺麗な水だから、うんうん、汚されてない水。そうですね、やっぱこの辺は綺麗なんだ本当に。山、うん、川、魚釣りやりてえな。
あ、いっぱい泳いでる。絶対このカメラじゃ映ってないと思うけど、魚いっぱい泳いでる。いますね。なんかすくっちゃいたい。あそこの川物のところに結構いますね。なんかこれすくって天ぷらで揚げて食べたい。さっきそば食ったべえなのになんかまだ満たされない。あのそばは食べ物じゃないですね。飲み物っていうか、もう全然まだまだ何でも入るぞって感じですね。そうですね。まあそんな感じでカメラ止めましょう。せっかくなので星の遺跡に来ました。はい、伊鶴さんからさほど離れてないんで星の遺跡、この夏の時期に自分来るとは思いませんでしたね。理由はヘビが出そうだから、もしヘビが出てきたらこのカメラをぶん投げることになっちゃうと思います。こんな感じ。縄文中期住居、はい、額がないんで漢字ちゃんと読めるかな。縄文時代中期約4000、映ってるかな、4500年前ですっての家はこんな感じだよって、おも柱みたいなのが6本縦に縦を結び、たるきで円形状に、まあ、うまいことやってるらしいです。今から4500年前の我々のご先祖様はこんな感じの家に住んでたって。ちっちゃいですね。はい。やっぱ絶対なんか出てきそうだからもうやめましょう。だいたいここ、蚊が出てきそうだし、そもそも。はい。ここ一回だけ来たことあります。2年ぐらい前ですかね。その、大洪水のあれの時に。で、言っちゃなんですけど、見てがっかりしました。まあでも、この隣にはなんか博物館みたいなのがあるんで、そこはわかんないんです。行ったことないんで。ただ自分はこれをもう一回見たいかって言ったら、もう十分ですね。はい、ごちそうさまです。うわ、なんか出てきそうな声。GGR もちゃんとついてきてます。せっかくなので、星の遺跡でした。失礼します。